お酢メーカーが実験の末たどり着いた牛乳とお酢でお手軽本格チーズ。今回使用する調理器具はこちら。特に耐熱ボウルはマストアイテムですよ。チーズって SNS にたくさんレシピがありますが、ミツカンのお酢博士が試行錯誤した結果、材料の手に入りやすさ、作り方、味などを踏まえてベストなレシピにたどり着きました。生クリーム重要ですので間違えないように。出来上がりの味が段違いです。あちっとなるくらいが目安です。そしたらここでリンゴ酢 50ml 量って回しがけ。だんだん固まってきますよ。ザルにキッチンペーパー敷いて水分こしたら冷蔵庫で10分冷やします。仕上げに黒胡椒と蜂蜜をかけたら完成です。美味しそう。余った乳製は冷やしてフルーツジュースと混ぜるのがおすすめですよ。